シェルドレイクの仮説とは、イギリスの元ケンブリッジ大学フェロー、生物学者、超心理学者のルパート・シェルドレイクが唱えた仮説である。形態形成上仮説、モルフォジェネティックフィールド仮説、形成的因果作用仮説とも言う。この仮説は、以下のような内容からなる。あらゆるシステムの形態は、過去に存在した同じような形態の影響を受けて、 過去と同じような形態を継承する。離れた場所に起こった一方の出来事が他方の出来事に影響する。形態のみならず行動パターンも共鳴する。これらは形の場による形の共鳴と呼ばれるプロセスによって起こる。簡単に言えば直接的な接触がなくてもある人やものに起きたことが他の人やものに伝播するとする仮説である。 この仮説を肯定する人々もいる。だが、事実上、超常現象や超能力に科学的と見える説明を与えるようなもので、疑似科学の一つと否定的な見解を示す人もいる。また、シェルドレイクは、記憶や経験は、脳ではなく、仕事サーバーのような場所に保存されており、脳は単なる受信機に過ぎず、 記憶喪失の回復が起こるのもこれで説明がつくという仮説も提唱している。1983年8月31日、イギリスのテレビ局テイムズテレビによってシェルドレイクの仮説を調査する公開実験が行われた。一種の騙し絵を2つ用意し、一方の回答は公開しないものとし、もう一方の回答はテレビによって視聴者200万人に公開する。 テレビ公開の前に2つの絵を約1000人にテストする。テレビ公開の後に同じように別の約800人にテストをする。いずれもこの番組が放映されない遠隔地に住む住人を対象とした。その結果、テレビ公開されなかった問題の正解率は放映前9.2%に対し放映50.0%であり、もう一方のテレビ公開された問題は、 放映前3.9%に対し、放映後6.8%となったという。これにより、公開されなかった問題では、正解率はあまり変化しなかったが、公開された問題は大幅に正解率が上昇した、とされた。この公開実験によって、シェルドレークの仮説は、多くの人々に知られるところとなった。日本テレビで放映された、シェルドレークの仮説の実験。 世界を変える7つの実験の一つ。飼い主とペットの双方をカメラで追跡。仕事の関係で帰宅時間が不規則であるが、飼い主が帰宅を開始すると、ペットが玄関に移動して出迎えるなどの様子を放映した。ありがとうございます。